13分切りたいんだよな。頑張ろう。行きましょう。基礎動作ミスって時間損しちゃうっていうのがあるからね。多分累計で7秒ぐらい損してるはずだからな。さっきのとか。コーヒー飲みます。揚げ唐辛子食べます。コーヒー飲むと足が速くなるっていうのはもう皆さんご存知ですよね。知ってますよね。それぐらいちょっと待って、道が塞がれてるよ。それぐらいは常識ですよねって感じで、足を速くして地面は爆弾で耕します。あぶね、怖っ。ミスるなミスるな。ああ、スプリンクラーの設置場所ミスった。やばい。まあなんとかなるなんとかなる。これだぐらいだったらなんとかなる。怖い。で、木をね、爆弾で伐採して、木材を回収します。で、木材100個集まったら、チェストをクラフトします、2つ。お店行きます。体力18だから、メガボムで確定一発だね。2つもいらんかったな。まあスタディオバレー今回バグありで何でもありでやってるんで、あっという間にねこの公民館が治っちゃうんですが、本来であればめちゃくちゃ時間かかります。まあ通常プレイで数十時間かかるって言われるぐらいなんでね。いけるか？大丈夫だよな。バグありだと20分もかかりません。で、バグなしで一番早いのが2時間30分ですね。正直それはね、化け物みたいな記録だと思います。早すぎます。いくらなんでも。お、いけた。
心眼成功したわ。いけたね。おやすみ。よし、攻めちゃいくか。そうしたら。いや、安定でいこう。やっぱ。ああ、どうもどうも、こんばんは。スタディオバレーバグアリ公民館修復を今日はやっております。どうにかして13分を切りたいところですね。惜しいところまでは行ってるんですけどね、なかなかところどころ操作ミスしちゃってっていうのがありまして、晴れたので外に出る。ここのセリフは飛ばさない。ここは飛ばしちゃダメ。頼むぜ。で、猫の名前を決めてあげましょう。えい、悪い名前にしました。そうですね、うかつにね、この猫の名前を言ってしまうと、このように手持ちがアイテムでいっぱいになってしまいますからね、気をつけましょう。17日目になるまで寝ます。まあ、その間にさっき撒いた作物が育ってくれることでしょう。まず唐辛子を食べます。コーヒーを飲みます。ワープします。そう、さっき猫の名前に大量のアイテムコードを仕込んでおいたので、猫の名前を NPC が喋ってしまうとアイテムがいっぱい手に入ってしまいます。てん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 ムービー中でもバグで動けちゃいます。そして作物を収穫しましょう。高品質の作物がいっぱい手に入ると嬉しい。で、
メロン系、トウモロコシが。いいですね。これで、山へワープ。お、今回すんなりいけてますね。これは記録が期待できるのではなかろうか。冷静に行け、冷静に。操作をミスるな。これ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 。これ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 。メイプルで、金庫に寄付して、最後に、ふう、終わったー。これで。早い。12分台出たわ。一応これでね